勉強しながらでも休憩できる大学点合格をつかむ受験生だったり、こういう風に自然と勉強してるのよね。留年と放電のサイクルがあるっていうことなのね。乗り越えないといけないことで楽しむっていうそのメンタルを身につけることができたら人生変わるよ。ミスターステップアップの通信コース。モチベーションが続かない。正しい勉強法がわからない。そんな君は絶対にミスターステップアップの通信コースに参加してください。モチベーションがアップするラジオが毎日届く。あなただけの勉強計画で自宅学習でも絶対に折れない環境を作っています。詳細は説明欄をぜひチェックしてください。受かりたいならそろそろ本気出せ！どうも、岩しおりです。今回は1日で15時間連続で勉強できるようになる休憩の取り方についてお話ししていきます。で、どうすれば15時間とか長く勉強できるのかって言ったらね、結論から言うとズバリ合格する受験生はね、みんな勉強しながら休憩してるの。究極的に言うとね、そんなんもう絶対無理やんとか、いやもう1時間20分は休憩しないと私はもう集中が続きませんとかっていう子もいると思うんやけど、待ってね、この動画を一回最後まで見てもらったらできそうっていうふうに思えると思うから、具体的なやり方だったりとか考え方も合わせて一緒に伝えていきたいと思うので、ぜひ最後まで見てください。これは休憩の取り方だけじゃなくって、例えば試験中に集中を長く持たせる方法とも本当にリンクしてたりとか、いろんな場面で応用できるような考え方になってるから、最後まで見て実践してほしいなと思います。最初に言った通り、その休憩しながらこう勉強するってどういうことなんか。で、まずその前にみんなにちょっと知っておいてほしいちょっと考え方というか概念があって、それがその人が活動する時って必ず充電と放電のサイクルがあるっていうことなのね。充電放電って電池の話だけど、当然放電したら充電しないと使えないじゃん。でも充電したらずっとその乾電池っていうか充電池で使えるよね。で、人の1日のサイクルでもそうで、昼活動して夜お風呂入ったりご飯食べたり寝たりして充電する。で、起きてまた活動して放電するっていうのを繰り返しじゃん。そうやってその人のサイクル、生活のサイクルも生命のサイクルも1日のサイクルもそうなってるやんか。で、勉強の中でもそのサイクルって当然あるっていう話なんね。だから普通の受験生やったら、その1時間勉強したらちょっと休憩しようみたいな、もうちょっと勉強したらもう一回休憩しようっていう風になりがちなんだけど、そこをちょっとパラダイムシフトを起こしてほしいねんか。勉強しながらでも休憩できる。で、これが実は大学点合格をつかむ受験生だったり、偏差値が70とか80まで伸びる受験生っていうのはこういう風に自然と勉強してるのよね。だって勉強時間少なくなっちゃうし、結局はその勉強を続けてる方が楽やなっていう風に思えるような感覚になってるんよ。無理に休憩時間なくそうとしてるのではなくって、もう自然と勉強をずっとし続けてる方がいちいちブレーキかけたりアクセル踏んだりしないでいいから、結果的にはこう楽になるっていう考え方なんよ。じゃあその勉強しながら充電放電ってどうしたらいいのっていうことなんだけど、勉強の中にも充電できる勉強と放電する勉強って2種類があるので、その明確にその基準があって、例えば充電する勉強って何かって言ったら、反復練習するとか音読をするとか、そういう反復したり音読したりする、いわばその今までやってきた内容をちゃんと維持する勉強っていうのは充電の勉強なんよ。あとはもしくは例えば解いた過去問を今までやってきた参考書の問題とつなげるっていう勉強、これもねすごい充電なんよね。で、これが充電だ。放電の勉強何かって言ったら、こう過去問の問題を解くとか、数学の問題を手書きで解くとか、そういうちょっと頭をひねるような勉強ってあるでしょ。ああいうのは放電の勉強だから、その入試本番とかやったらその試験問題を解く、休憩時間もさ、なんかめっちゃしゃかりきに勉強したらさ、絶対燃え尽きちゃうんやんか。だから試験があって受けて、その休憩時間っていうのはちょっとこうリラックスしながら呼吸を深くしながらその自習をした方がいいっていうのがあります。だから私も共通テストの試験の日っていうのは、例えば英語の試験の直前の休憩時間っていうのは中学レベルの英語長文をただただ音読してただけやったんよね。試験までにもう一個でも新しい単語覚えなとか、こうどうしようこの単語出たら分からへんから一個でも覚えなとかってやると、これ息切れしちゃうのよね。そうじゃなくって、今までやってきたりとか積み重ねてきた勉強をもう一回確認する。今までできるようにしてきたことがちゃんとできるのかを確認するっていうのが一番いい過ごし方なんよ。それが緊張とリラックスっていうそのサイクルでもあるし、充電と放電っていうことができるということなんですね。だからうまくこの充電と放電の勉強を組み合わせてやっていけば、1日15時間とかあっという間に過ぎていくんよ。私もその受験生直前期の時っていうのは休憩ってもうほとんど取ってなくって、1日15分の仮眠だけでした。で仮眠はいろいろ試した結果、取った方がいいなっていう結論になって、これは人それぞれではあるんだけど、別にぶっ通しできるんだったら仮眠取らなくてもいいし、ただ昼間に昼ご飯後に1回ぐらいちょっと15分ぐらい寝た方が頭が冴えてその勉強をしやすいっていうのもあるし、理論的にも脳科学的にも昼の15分の仮眠っていうのは夜の3時間の睡眠に匹敵するぐらいの回復を脳がしてくれるから、やっぱこれはした方が得やなと思って15分の仮眠だけはやってました。それ以外はもうぶっ通しでずっとやってて、ぶっ通しって言ってもずっとなんかもうカーってもうなんかむっちゃ一生懸命なんかすごいオーラを発しながらやってるみたいな感じじゃなくって、過去問を解く時はもう本番主義で必死にやるけど、その今までの教材維持する時はちょっと呼吸を深くしたりとか、体のストレッチをしながらリラックスした状態で勉強に取り組むっていう風にいろいろ組み合わせてねやってたっていう感じだったんですよね。でこれは私だけじゃなくって、例えば京大理学部に合格した古市くんとか防衛医科大学とか宮崎大学の医学部に合格した永井君っていう子も同じように勉強してて、こう基本的に緊張とリラックスをうまく組み合わせて勉強するっていうのがやっぱり勉強時間も稼げて、かつ教材も維持反復することができて、長く勉強することができて、しかも素に帰らなくなる、自分の気持ちがなんていうのかな、素に帰らなくなるからネガティブにならなくなるんですよね。本当にいいことばっかりやから、勉強を続けるっていう習慣っていうか継続力っていうのを身につけていてほしいなと思ってます。でね、それってしんどいことなんじゃないのって、そんな15時間も連続で勉強するなんてっていう人もいると思います。私ももともと最初は本当にそうだったからめっちゃ気持ちはわかるんやけど、でもねずっと勉強やり続けてるとやっぱできるようになることも増えてくるし、過去問もやっぱりある臨界点を超えたら過去問の点数が上がってくる時期がやってきます。やっぱそうなってくると勉強自体がすごい楽しく感じてきたりとか、このままずっともうフルマラソンみたいにこのままずっと走り続けたいなみたいな風な感覚になる。それがランナーズハイっていうんですけど、そのランナーズハイっていう状態を経験した受験生っていうのは勉強すること自体が楽しくて仕方なくなるんですよね。で本当に偏差値で70とか80を超える受験生の中には本当にそういう気持ちで勉強をしてる人も多くって、勉強すること自体が楽しいからみんなさ、楽しいことで別に休憩しようと思わないじゃん。なんかゲームしたりとかさ、なんか遊園地行ったりとかした時にいちいちこう休憩取ってちょっと今ちょっとバラバラに行動しようかみたいなないやんか楽しいことはさずっと夜まであっという間にさ、ね、遊べるじゃん。それと同じぐらいの勢いで勉強自体を楽しんでやってる人たちもいるってことなんよね。だからそういう人たちの感覚になれたら、そういう人たちの感覚で勉強することができたら、本当に受験勉強自体をいい緊張感の中で、しかもリラックスもしてる状態で取り組んでいけるっていうのがあって、それが本当に密度の濃い時間になっていくっていうのが受験のねすごいいい思い出になっていくから、是非ねその休憩の取り方っていうのを身につけていってもらって、そういう本当に勉強、自分が今その苦しいこと乗り越えないといけないことで楽しむっていうそのメンタルを身につけることができたら、これはね受験終わっても本当にどんな場面でも楽しんでやっていける、過ごしていけるような大人になっていくというか、これはね本当にね人生変わるよっていう考え方だから、是非ちょっと取り入れてやってみてほしいなと思います。はい、ということで、いきなりちょっとそんな休憩ゼロはちょっと厳しいなって言ったら徐々にでいいから、休憩時間を徐々に減らしていって最終的にはゼロになるようにやってみてください。最終的には休憩ゼロでできるようになったら本当に勉強自体も長くできるようになっていくから、是非やってみてほしいなと思います。はい、ということでこの動画を気に入ってくれたみんなは是非チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。私個人の LINE アットもやっていて、その中で応援メッセージとか動画の新着情報も送ってたりするので、ぜひ見てみてください。で最後に今超おすすめなのが冬のスクーリングコースで、12月頃から募集始めてて、みんな直前期の冬休みに来てくれるんだけど、やっぱ直前期って一番成績が上がりやすい時期なのね。でもやっぱり一番何から始めたらいいか分かんなかったりとか、どの教科をどれくらいの年数取ったらいいのかとかっていうのが受験生のみんなに判断することで結構難しくって、みんな意外と迷いながら勉強してるっていうのがあります。だからそういう迷いをなくして勢いよく勉強していって、もう直前期もうやるだけのことはやったっていう気持ちで受験が受けられるようにオーダーメイドの勉強計画を立てたりとか、めちゃくちゃ勉強しやすい環境で勉強できたりとか、あとは美味しい食事で元気を回復してもらったりとかってしていきながら、その来てもらってる期間の中で勉強の感覚をもうガラッと変えて合格できる受験生の習慣を身につけていってもらえるようなスクーリングコースになっています。で、直接私も指導させてもらってたりとか、個人のオーダーメイドの勉強計画を立てたりとかしてるので、自分がこの勉強やってる内容で合ってるんかなとか、勉強法間違ってないかなっていうのを確かめたい人は、これはねもうぜひ来てもらったら本当に1日で1ヶ月分とか2ヶ月分の気づきを得ることができると思うので、ぜひ今までやってきたけどこれ正しいのかな、もう絶対にその志望校を逃したくないとか合格可能性を高めたいっていう人はぜひ冬のスクーリングに来てほしいなと思います。美味しいご飯も食べられるので、ぜひ楽しみにしていてください。私もみんなのことを、待っています。はい、ということで受験をなめんな、美波しおりでした。バイバーイ。